丸茂健一は大阪府豊中市出身の元プロ野球選手。小学3年から投手として野球を始め、中学時代は豊中シニアに所属。大阪桐蔭高校では2年秋からベンチ入り。3年時に出場した夏の甲子園では2回戦で斎藤佑樹を擁する早稲田実業に敗退した。大阪経済大学に進学すると2年時の春からレギュラーに定着し、外野手のほか、三塁手としてもベストナインに輝くなど、活躍した。関西6大学リーグでの通算成績は88試合出場、299打数68安打、打率、227、4本塁打、25打点。ベストナイン3回受賞。2010年10月28日に行われた、プロ野球ドラフト会議にて、読売ジャイアンツから育成8位指名を受けた。2011年はファームで11試合に出場し、打席に立ったのは一度だけでほとんどが代走要員だった。3盗塁、4得点をマークするも支配下登録はならなかった。シーズン終了後の秋季キャンプから内野手にも挑戦している。2012年は外野手登録ながら遊撃手での出場が多く、ファームではチーム最多の57試合で遊撃手を務めた。通年の成績は87試合で打率227だったが15盗塁をマークするなど自慢の俊足を発揮したシーズンとなった。2013年シーズンは教育リーグで全試合に4番で出場し3月16日のヤクルト戦で育成選手としては珍しい開幕戦4番となった。育成選手の規約に基づき、10月31日自由、契約公示され、11月16日、オリックスバファローズが獲得し、支配下登録された。2014年シーズンは、開幕一軍に抜擢され、3月28日の北海道日本ハムファイターズとの開幕戦に、代走として、プロ初出場を果たすも、4月2日に出場登録を抹消された。結果的にこのプロ初出場の試合が一軍、公式戦唯一の出場となった。2015年2月5日、春季キャンプで守備練習を行っていた際に、ワンバウンドした打球を左側頭部に受けるアクシデントがあった。丸茂はそのまま練習を続けたが、練習終了後に体調不良を訴え、病院で急性硬膜外血腫の重症であることが判明。緊急開頭手術を受けた。手術は成功し2月18日に退院したものの、同じ箇所に衝撃を受けると命に関わることから引退を決意。7月2日に丸茂から球団側へ現役引退の申し出があり、球団はそれを受理し任意引退の手続きを行うと発表した。翌3日の2軍広島戦が引退試合となり、5番左翼で1回表だけ守備につき、一度の守備機会をこなした。7月7日付で任意引退公示。引退後は2軍スタッフに転身した。7月13日には対ロッテ戦で球団のミスにより5日の試合の際にホット神戸に放置されていたトニ・ブランコのユニフォームを急遽届ける役目を担った。50メートル5秒8の俊足が武器。ありがとうございます。